ね、助けに入って。あ、スマスマさんに。俺はいつも通りのあれで、案外っていうの。まあね、これ誤操作っす。フットがやらないんだ。はい、カエルちゃんが、はいか、誤操作来ました。ちょっとでやる。多分やらしい。これでも動くんだよ。で、2人が回してるエリアって回しにくいだろうって話だ。感情して回しにくいんだから、こっちエリアに入って頑張って俺が回さないと。彼が来る。もう抜かないことだよ。もうの、ほんとパークは、ほんとね、新しいパークがね、戦略になるやつに網を張る。だからもう地下にこもっていい。何もしない。決まればあれだけど、そもそも試合状況が誰か狙われてる、こんな状況で入ってるの、しかし。2人、3人入った瞬間、俺もね、一回、パッと、こっちで。試合状況見ろっていう。それがもう1人狙われた時に3人入ってる。見たったらね、2人入った時に、2人もうイラってた。終わらせた。怖いで終わらせた。状況を見て使ってくれって話。可能性があるこの発言ね、言葉社会問題化してる、まあ、デドバのキャンパーをね、悪質な犯罪だと考えれば、言葉犯罪が行われてる可能性がある。ゲームを使って。まだ。
ウォーリーがちゃんと動いてくれるかどうかわかんないから、オッケー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 、あとはもう状況でもう無理しない、まあ、引きつけるんでウォールさん行かず動きにはするんで
ゲートが、うん、ローリーだけでも抜けてくれる可能性がある。じゃあもうあとスモールさん真ん中だから、上の方使うわ。当然トンネル来るから、トンネルだから、これさ、こういうせこいやつだから、こういうやつだから、今勝つためにはもうこういうやつだから、すごいやつだから、抜けてもらっていいよ。終わったことない、今ゲーム真ん中なんで、ここに立ってるんで、もう時間ください、抜けてください、真ん中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 、しかも答えないで、ここじゃ、まあここは危ねえな、真ん中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 、時間かけこう、助けなくていいんで、ゲートに、ゲートを、オッケーオッケーオッケー、回したらスモールさんがリンチを俺に動いてくれたんで、あの救助発電機どっちもいける体勢取ってくれたから、だから俺逆に発電機回して集中発電、選ばれたら遠目になるべく逃げるだけ今合ってるで、スモールさんが救助行ってくれるから、この機を見てれば分かるじゃん、だから俺の方が発電機でおとりやって抜ける、しょうがないんで、きれいにやっても無理だから、あの救助失敗の方がめんどくせえから、今みたいな方がいいじゃん、誰か狙われてる間に、今勝つのは大丈夫、役割だから。その前のエクセキューショナー戦もスモールさんが役割ちゃんと演じたわけでしょ、大事なんだぜ、汚れ役出れるだけからあれじゃねえんだぜ、考えてみな。